はい。あ、こっか。ああ、おはようございます。すいません。お前3回やったらお前5回やんけ、ここ。すいません。わけのわからん、お前なんか歯医者の受付、エレベーター出たらすぐ歯医者とかあんねんな。ちょっとあの、日本放送と間違ってたもんですから、ごめんなさい。日本放送の4回って思ってたんで、私もごめんなさい。いや、それ言うといてくれんと、別に、まあええねんけど、今、車大丈夫でした？車はもうしょうがないわ、もう。20分、お前、20分500円とかやで。もうそれ相手なまま確保してくれてる思うやんか、そんなもう早く終わらせないと、そんな20分500円って いや、それそっちに請求するよ、そら駐車代は。六本木じゃないんですから。あ、あ、いやもうお願いします。言うといてくれんな、お前。はい、すいません、うん、言うといてくれないな、お前。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、うん、やりますか？いや、いい、さらんといて、さらんといて、素人がやめて。大丈夫ですか？うん、大丈夫、大丈夫。あ、こっちか。ちょっとちゃうな。ちゃう、いい、まだいい。ちゃう、椅子の位置。椅子の位置見るから。うん。あ、ごめん、ちょっと座ってくれる？うん。こっちが、うん、稲田さん、こっちでした。誰この今日？アインシュタインさんです。アインシュタイン？アインシュタイン。アインシュタイン、あの、歴史上の？違います。来れるわけないじゃないですか、そんなの。アインシュタインさん。あ、お笑いコンビ。あ、お笑い、はい、こっちが稲田さんですね。はいはい、稲ちゃんね。はい、稲ちゃん、はい、知ってますよね。稲ちゃんって言いますよね、今。稲ちゃんって大体言われるやろ、稲田いう人は。うん、こっちがゆずるさんですね。ゆずる、はい、うん、ゆずるちゃんとは言わんか。ゆずるさんですね。うん、はい、はい、オッケーオッケーオッケーでしょうか。うん、大体もう間もなく来られると思うんですが、うん、こっちはいつもいいよ。はい、うん、はい、はい。あ、おはようございます。すいません。あ、よろしくお願いします。すいません、お忙しい中。大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫です。座ってください。すいません。どうぞ。すいません。安心です。よろしくお願いします。お願いします。あの、ごめんなさい、聞いてますよね、マネージャーさんには。マネージャーさん、今日来られないんですか？あ、そうです。マネージャーはちょっと今日は現場には。あ、そうなんですか。吉本いつもね。あ、そうですね、はい。はい、あ、そうなんですか。何組も抱えてるから。へー。うん、全然改善してないよ。あ、そうなんですか。なんでなんですか。いや、わかんないけどね。記者会見までやって。あんだけやってね。もう最初だけ、最初の半年ぐらいだけちゃう。ちゃんとやってた。そんなことない。あとも逆戻り。あ、そうなんですか。前より人が。よく仕事されるんですか、吉本の方。多いもん、俺、吉本の仕事。あ、そうなんですか。じゃ以前どっかでちょっと。ああ、もしかしたら。覚えてはねえと思います。ああ、いえ、すいません。どうぞ。座ってください。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい。はい。ごめんなさい。はい。あ、声なかった。あかん。声もらえばいいじゃないですか。声もらえば。じゃあ一度声だけよろしいですか。はい、はい、じゃあお一人で、はい、はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます。はい、次、はい、どうも、はい、どうもありがとうございます。はい、大丈夫です。早っ。いや、なんかテレビで見るよりなんか男前ですね、稲田さん。あ、稲田の方ですか。はい、僕ですか。はい、あ、そうですか。はい、よく言われません、テレビで見るよりみたいなこと。あ、いえ、あの、生で見たらどぎついって言われる。あ、ほんまですか。そっちで、はい、そっちの方が思ったよりも、なんか以前ちょっとお見かけした時よりもちょっと髪の毛がだいぶ増えてらし。あ、そうです、あの、増毛をしてまして、104万円かけて。あ、そうなんですか。はい、あ、ごめんなさい、それ聞けばよかった、インタビューでね。あ、そっか。あ、まだ回ってない。あ、まだ回ってないですか。まだ回ってない。大丈夫ですか。うん、はい。え、それ、あの、はい、河合さん、そちら大丈夫ですか、そちらの、その。はい、どれですか。そこ気に光らない、それ。何、あ、こう金具がっていうことですかね。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。金具は大丈夫、大丈夫。あ、はい、すいません、ありがとうございます。それは大丈夫。それはあれだ、閉めときましょう。あ、大丈夫です。大丈夫です。そのままで。はい、あ、はい、すいません。何かなと思ったんで。あ、すいません。アインシュタインのすべてという番組なんですが、聞いてませんか。そこまでとは聞いてなかったです。あ、そうですか。はい、はい、その中の一つでちょっとインタビュー。あ、インタビューというのは聞いてます。はい、はい、それを撮らせていただくと。あ、聞いてないですか。あの、インタビューだっていうのまではお聞きしてたんですけど、はい、あの、毎日放送の日曜のお昼でちょっと特番でというふうにお話はしたんですが。あ、そうですか。ちょっと連絡。それも聞いてないって。いや、吉本ある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 。アインシュタインさんの番組ですよ。うん、あるあるあるね。お二人何も悪くない。いや、悪くないんですけど、聞いてないってことあるんですか。すみません、ちょっと確認不足。僕らがちょっと。多分吉本が悪いと思います。あ、そうですか。はい、すみません、ちょっと。だってアインシュタインの番組ですよね。そうですね。ですね、はい。ね。ちょっと、すみません、軽いインタビューだと聞いてました。いや、違います。アインシュタインのすべてです。毎日放送。
日曜のお昼1時間で。あ、そうですか、はい、すいません、ちょっと急に、いや急にというか前から私はマネージャーさんの、マネージャーさん誰ですか。あ、渡辺と申します。はい、今渡辺君っていう男の子なんですけど、あ、なんか行きますんでっていう連絡はあったんですけど、まあいいですか。あ、こっち進めさせていただいて、それをね、それだからアインシュタインに言ってもしょうがないでしょ、そういうこと言っても。いやでも聞いてますやん普通、うん、あのやりはるから、吉本の芸人さんって、君が思ってるより強いよ。何がですか。いろんなことに関して強いよ。一人で現場行けるし、もちろん電車も乗れるし、うん、あのほんまに自分で何でもやりはるから、吉本の芸人さんって、はいはい、それはいいんですけど、いや、うん、心配になったんでね、うん、心配はそんなせんでいいんちゃうかな別に。それはでも聞いていいこととダメなことがあるじゃないですか。で、うん、マネージャーさんおった方が確認取れるじゃないですか。でもそれはそっち、それは、うん、はい、いや、どうぞどうぞどうぞ。それをね、強いからって言われたところでね、私もちょっと困るんで。はいはいはい、はい、はいはい、遊びじゃないんで。いや、こっちも遊びちゃうから別に。すいません、それ、はい、すいません、はい、あの一生懸命やらせてもらって、はい、すいません、変に気ぃ使わせて、いやいやいや、とんでもないです、すいません、なんかあの僕らがちょっともうちょっと確認しとけばよかったですね。いやいや、とんでもないです、とんでもないです、絶対吉本が悪いです、絶対、多分、すいません、君の言う通りね、それはね、そうですね、はい、わかりました、もう100悪いわ。あれ、村野元気してます？村野さんって、何ですか？あ、大阪か、あれ今、うん、はい、大阪ですね、はい、ね、村野、はい、専修大学出てアメフトやってね、そうですね、うん、はい、うん、年中ティンバーランドの靴履いてますけど、 あ、 あ、その方が村野、あ、村野さんか、そうそう、意外とセブンスター吸ってた、あれ見て、あの西川清志についてらっしゃった、ずっとついてハイヒールさんとか、お、もう出世したんですか村野さんは。今、はい、そうですね、大阪であの、うん、上の方の役職に就かれて、あの大人しい人が、あ、そうなんですか。中脇さんにもついてましたよね。ついてたね、以前ね。あ、そうなんですか。ついてた、おとなしいね。はい、うん、ただあのタレントおれんかったらタバコ吸うよもね、すぐ。そうなんですか。セブンさんついてた。どこにいらっしゃるんですか今村野さんは。今大阪ですか。大阪です。大阪の、まあ、言うたらその統括されてる、はい、あのそのようになりました。そうですね、はい、あ、なんかあの方 NGK に置いてる自動販売機は忖度があるっていう話してましたけどね。どういう深いわけがあるんですよってニヤニヤしてましたけど、飲めない酒飲んで。あ、あの村野さんは僕ら末端にやつ、そうですね、そうなんですか、はい、すいません、 NGK の、ね、自販機にそんな話があるって全然聞いたことない。なんかそういうことをおっしゃられたって、うんうん、あ、そうです、すいません、じゃあ、一個一個質問していくので、はい、気軽に答えていただければということも基本的な質問なんで、あ、はい、はい、分かりました。あの目線ずっとこっちで、この女性の方、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、こちらでは、またこちら撮るときはこちらでまた言うので、あ、改めて、はいはい、基本的には私に向かって、はい、こちらの方に質問に答え、はい、じゃあまずですね、いいよ、いつでもいいですか、よろしいですか、はい、はい、どうぞ。コンビを組んだきっかけというのを教えていただけないでしょうか。はい、コンビはもともと、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、ごめん、あ、ごめんなさい、影ある、影ですか、ちょっとちょっと見て、ちょ、はい、影あるんちゃう、ちょっと見て、ちょっともう一回見て、はい、見て、どれですかこれ、どれ、ここあ、ここ、ああ、大丈夫、いける、ちょっと水平が取れてないですか、こっちですかね、そっちが水平取れてないんですかね、こ、顔が、いや、ほらこっちで取るわちょっと、稲田さん、ちょっと手を、ちょっとごめんなさい、ね、こっちで水平取って、これでいいじゃん、ここで水平、あ、いや、どう、取れてないですね、水平は、取れてない、水平、歪んでる、歪んでる、顔がここやで、ここここ、あんまりやめ、あ、ごめんなさい、大丈夫かな、ごめんなさい、ちょっと気になったんで、ごめんなさい、すごい、申し訳ないんですけども、稲田さん、ちょっとこう、ちょっとこうできないですか、 あ、そういう感じでできないですか、はい、どうですか、あ、ちょっと待って、影出ちゃう、ここに、いや、あ、そう、もっとね、こう、とこう、はい、え、大丈夫ですか、じゃないですか、インタビューですよね、だって、うんうん、え、言われたことないですけど、しんどいですか、しんどいです、しんどかったらもういいですか、影出ちゃって、出ていいよ、いいですか、うん、まあこっちの方がね、不自然な、あ、いや、普通でいいです、ごめんなさい、ごめんなさい、しんどいですよね、しんどいです、ごめんなさい、ごめんなさい、
ね、もう、うん、もう生きてるだけでしんどいのに。え、そ、はい、あ、ですね、そんなことはないです。そんな何がですか。コンビを組んだきっかけ、ごめんなさい。あ、はい、もう大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、はい、どうぞ。コンビは、僕がもともとコンビを組んでいたところを解散しまして、はい、なんていうコンビだったんですか。あの、ヴァンパイアという、ヴァンパイア、はい、はい、やってまして、そこ解散した時に、はい、あの、相方が先輩なんですけど、ええや、はい、先輩、はい、でピンでやってたので、はい、よかったらどうですかっていうので僕から誘って。あ、そうなんですか。へえ、で河合さんは、はい、その頃はピンで、はい、一人でやってました。あ、ずっと一人ですか。もともとはあの別のコンビを僕も組んでたんですけど、まあ、それ解散したので、はい、4年ぐらいは一人でやってました。え、コンビ組んでたんですか。はい。誰と。あの、アキナというコンビの、今のアキナというコンビの、ボケの山名君と。アキナ、はい、ご存知ないですか。アキナ、あ、アキナっていう、はい、はい、その山名さんと、山名というのと、はい、あの NSC からずっと2人で組んで。あ、コンビを組んでたんですね。はい、やってます。その山名さんは今は、あ、今、え、コンビは山名さんは、あ、今山名がアキナというコンビ、山名がアキナというコンビですか。あ、違います、ごめんなさい、山名、いや違います、すいません、はい、秋山さん、山名、え、違います、秋山、はい、秋山、あ、秋山さんと山名が2人で組んでアキナになってます、コンビが。え、でその山名さんとコンビを組んでいたんですね。あ、そうです、そうです、はい。そのアキナさんは元々は、はい、あ、いや、あの山名です山名さんはアキナですよね。山名は今アキナですね、コンビ名がです。そのアキナは元々は何ですか。アキナは元々は、いやいや、あの山名と秋山さんが組んでアキナです。あ、秋山の秋と山名の、あ、そうです、そうです、名を取ってアキナというコンビだったんですね。はい、はい、はい、コンビだったんですか。あ、今その2人がコンビですね、はい。その秋山さんと、はい、河合さんが、あ、違います、あの山名と僕ですね。でも、あ、じゃあ山名と僕ですねっていうの、そこだけいただきますか、はい、ちょっとごめんなさい、じゃあこっちでカメラ目線で、ごめんなさい、はい、山名と僕ですねっていう、はい、5秒前、4、3、2、山名と僕、あ、ちょっとごめんなさい、 A はいらないです、山名と僕ですねで生きた方が、はい、5秒前、4、3、2、山名と、え、見ました、ね、すいません、女性、いや、あの、ちょっと編集上なんですよ、ちょっと絵が入るとなんかややこしいみたいです。あ、それは、はい、だから、か、あの、秒読みの時に絵って言うといてください、じゃあ言いにくかったら、あ、すいません、ちょっとどうしても癖で出て、はい、って言うといてください、はい、で、こうやると山名と秋名ですね、うん、そんな、ってずっと言っといてください、はい、回る前、回るまで、って言うんですか、はい、はい、じゃあいきましょう、はい、5秒前、4、あ、もう今言ってください、すいません、いや、そう、あ、分かりました、すいません、はい、行きますよ、はい、5秒前、4、2、1、山名と僕ですね、あ、はい、何かな、ここまでしないといけないんですか。あ、これちなみに今のは何のパートを取られたんですか。あの、山名さんがそこに出てくる形になるの、はい、山名とって言った時に、ああ写真が出るみたいなことなんですか。あ、そこは全然気になさらなくて、こっちの都合なんで、ごめんなさい。ああ、いや、はい、すみません。あ、それで、山名さんと組んでいたのを解散して、はい、僕一人でやってて、あ、一人でやってました、はい、そして稲田さんと出会って、そうですね、コンビを組んで、はい、コンビ名が何、アインシュタインです、ね、ああ、アインシュタイン、はいはいはい、あ、ごめんなさい、はい、アインシュタインと、はい、はあ、なるほどね。そうです。はい。それで今、何年目になるんですかね。コンビを組んで今10年目ですね。今年で。10年。はい。あ、なるほど。大丈夫、もらった感で。10年目のところ。2人で10年目です。年目。はい、わかりました。ごめんなさい。10年目ですのところを2人で10年目ですっていうふうにいただいてる。はい。別に思い思いの、あの、意気込み感じるような、なんか、ああ、なる、はい。はい。ごめんなさい。はい。はい、すいません。はい。はい、5秒前、4、3、2、1、10年目です。あ、声合わせてもらっていいですか。あ、すいません、ごめんなさい、もうちょっと張っていただいて、あ、はい、わかりました、はい、はい、5秒前、4、3、2、1、10年目です。あっすいません、今のどこに使われるなんか、アキナさん、はい、の山名さん、ゆずるさん、はい、
で10年目ですっていうのそこちょっとこう、まあ、そこは大丈夫ですね、こちらの仕事なので、ね、インタビューですよね、インタビューで、はい、そういうカットがあるんですか、ちょっとごめんなさい、はい、お前駐車場行ってきたんか、ごめんなさいね、なあ、いや終わってる場合ちゃうぞお前駐車場、いや車ね、はい、あコインパーキングがちょ高いとこしかなかったんで、東京の地下入れろ言うたんですけど、なるほどなるほど、入れてこい言うたんですけど、今笑うてヘラヘラ来たからお前もうええで、あのコインとこで、あの路中のとこで、はい、あのシールだけ買うときはシールで1時間経ったらゆえまた入れに行くから300円ごめんなさい、路上のやつありますね、路上のやつ、はい、すいません、身もあるから ね、 あやっぱりね、ちゃんとちゃんとせなんかルールは守らんとあかんだもんね、なるほどね、うんうん、あそれで、コンビを組んで10年ということですね、はい、はい、あなるほど、ですね、他の先輩方にもインタビューこれちょっと言ってまして、ここに来る前にちょっとあの中川家さんの方にインタビューに行かせていただいて、何かあのアインシュタインさんのお話ないですかということでねちょっと言ってたんですけども、あのその時に中川家さんがおっしゃられてたんですが、アインシュタインさんが中川家さんの楽屋の前で喧嘩したということですね、それでその河合さんが稲田さんをこうゴーンとついた時に稲田さんが中川家の楽屋の扉にゴーンと当たったという話をねしてらっしゃったんですけど、中川家は怖くて出ていけなかったみたいなあの話があって、でも中川家はあのずっと知らんふりしてるよという話をですねあのお聞きしたんですけど、真実でしょうか、何が原因で喧嘩した、珍しいですね、まあ、営業のネタ出番で、営業でしたね、はい、あれ、はい、確か、って言ってました、ま、M1 の準決勝ですかね、準決勝が近くて、はい、ちょっとお互いピリピリしてた時にそのあんま出来が良くなくてちょっとあの喧嘩しましたまさにあの、はい、芸歴1年目ぐらいの喧嘩しちゃいました、具体的にはどこういう感じですか、そうですね、あの最終的に僕が馬乗りになるっていう高槻の営業でドダダっていう音が少ししたっていうことを、あそうですね、それちょっと僕ら知らなかったので、中脇さんちょっとまたよろしくお伝えください、あ伝えておきます、なんかわーっていう、ね、一瞬ファーッとなったので、何かなとはおっしゃってましたけども、止めに行くのか、はい、見過ごすのか、見過ごす方を選んだみたいです中川家さん、あそうですか、いや何人か止めに来てくださいましたけど、はい、あそうなんですか、はい、中川家さんだけあの来られなかった結構大喧嘩だったもので、はい、ビビりですもんね中川家さん、意外とね弟の方がねあそうなんだ、あ偉そうな顔してるけどね、あのビクビクしようかなあれ常にもう生きていくのがビクビクしようかな意外とね、まあ、あの態度だけね偉そうにね、なんか M−1 の審査員とかねやってますけど、僕長いことよう知ってるから、ね、あそうなんです、はい、でも ITS の頃から知ってますね、それ知ってる、俺 ITS 取った時からもうそれ知ってる斉藤さんそうそう、あの眼鏡の斉藤さんねあの西宮 あの海沿いの団地住んでるものすごくカラフルな団地住んでて、うん、T シャツの長い T シャツの長い、うん、ここまでやめよう T シャツ、うん、細い細い、うん、昔の香港範囲みたいな顔してる、うん、色付き眼鏡の、そう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 、あとはあの辻さんいてね今おっても、うん、顔真っ白けやけどね今火当たれへんからね、あれ NGK に行って舞台添えて、もうごめんなさい、あごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、関係ないから、であの河合さんの、はい、あのご実家の話なんですが、あはい、あの高層マンションの最上階というふうに、あどういう感じでした、うん、お住まいの頃はその高層マンションってねなかなか住める場所ではないので、ちょっと違うんですけど、違うんですか、はい、まあ心斎橋という飲み屋街があるんですけど、大阪の高層マンションありましたっけ、心斎橋、いや最近河合さんの時代ってあったかなって感じで、はい、あの高層マンションじゃなくて、うん、最上階って聞いてますけど、あ最上階は最上階なんですけど、はい、あのスナックとかバーが入ってる雑居ビルがありまして、はい、その古い汚い雑居ビルの屋上にあのプレハブ小屋が建てて、それが実家やったんですよ。え、あの違法ではないんですか、それ。一応違法ではなかったとは思います。あのまあ年に1回消防点検がある時だけあの1日ちょっと河合さんどっか行っててくださいと言われましたけど。
それ違法ではないという認識で一応進んでました。そう、どっか行っといてくださいって言われた時はどこに？あの夜中じゅその飲み屋街を母親と弟と3人でちょっとうろうろして時間潰してっていう感じでしたね。朝方はい。ああそうですか。こっそり帰るっていう感じではありましたけど、はい、どういった間取りになってるんでしょうか。その間取りよくわからないんですが、屋上はい何か立ってるんですか。屋上に屋上にまあその200店舗ぐらい入ってるんですけど、その店舗のまとめた大きな業務用の室外機みたいなのが2機ありまして、はいはい、その大きな室外機の前にモップとかほうきが入ってた掃除道具入れがあるんですけど、まあ、そこに住んでたっていう感じですね。プレハブですか。はい、プレハブ、はい、はい、あ、じゃあ昔の NSC だ。ああ、ご存知なんですね。はい、あ、そうです。サロンド、サロンド、サロンド、4階の上の、サロンド、そうです、ありましたね。あ、そういった形でサロンドの5倍ぐらい古くした感じかも。あ、そういったお家に住んでいたということなんですか。はい、トタンの屋根の、はい、あ、ベニヤ板の、ベニヤ板、はい、ベニヤ板でできた、は、はい、まあ、本当の掃除道具入れですね今お風呂はどうなされてたんでしょうか。じゃあお風呂はそのプレハブ小屋の向かいに仮設のお風呂がありまして、そこ、はい、そこで入ってましたね。出るんですか。熱湯か真水の二択でしたけどその薄めてるね、適温のお湯は出なかったですけど、まあ、はい、はい、出るのは出ました、うん、一応昔ですからまあまあそうですね、20年前ぐらいですかね。あ、そうなんですか。はい、はあ、わかりました。はい、そうなんですね。はい、はい、あ、そのあと稲田さんはその、はい、何かそのよくモテると、え、少し聞いてるんですが、いや、よく街に出てはいろんな人をナンパしてはいろいろこう遊んだりしてるっていうのはお聞きするんですが、どういった形で女性とコンタクトを取るんでしょうか。ナンパもありますし。ナンパされるんですか。はい、結構こう見えてフランクにというか、はい、大胆な声のかけ方ですね、割と大胆に、はい、例えばどういった、うん、まあここに私が、まあ、立ってたとしますよね。立ってたら、まあ、後ろから歩いていって、はい、肩ポンポンってやったら振り返ったら遊んだのかってどの立場でどういう確かに、まあ、そうなんですけど、まあ年上なんで僕の方が、そう、年下っぽい子だったんで、ああ、まあ、年功序列的なことですかね。そうですね、年上の方はそんなに声かけないです。遊んだろか、遊んだろかっていう、そうですね、遊んでもらえませんかではないんですね。そうです、はい、言葉のそこは何かプライドか何かが邪魔するんですか遊んだろかっていう。いや、だから自信があります、楽しませる。あ、そうなんですね、はいはい、だから遊んだろかって言います。で、遊んでくれた場合何を楽しませてくれるんですか。ご飯行った時の、まあ、冗談言ったりとか、はい、はい、冗談、はい、カラオケ行った時は合いの手言ったりとか、はい、具体的なことを今聞かれましても難しい質問ではあります。いや、ごめんなさい、私まあ、女性なので、はい、遊んだろかと言われるとちょっとカチンということがありますけども、やっぱり、まあ、そうですね、なんかそれで人笑い起きればって感じ。なるほど、あ、そういった意味でですか、はいはい、まあ、大阪ですしね、すちょっとこの冗談っぽくという感じだと本当には言ってない、本当には思ってないです。あ、なんか稲田さんなんかいろんなバイトをされてたみたいなんですが。はい、そうですね、はい、どういったバイトしてましたね、いろいろ。どういったバイト、どこでバイトをしてたんですか。どういったところで。まあ、深夜のスーパーのレジ打ちとか、まあ、飲み屋街の配達とか、はい、配達、はい、いろいろ。飲み屋街の配達、はい、っていうのは飲み屋のスナックとかに、まあ、おにぎりとか唐揚げを届けに行くとか。はい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 、
バイトしてまして、ほうほうほう、であのちょっと有名で、僕その飲み屋街でね、飲み屋街で、はい、有名なぜ、まあ、やっぱこういう見た目で、あの自転車でうろうろこの配達をするので、やっぱ目につくということで、はい、であの、はい、あの指名が入るんですよ、お店に、あの顎出てる子に持ってこさせてくれって、まあみんなもお酒入ってるからちょっとこの人笑い欲しいみたいなことで、はい、で配達行って、あの人、まあ、軽くいじられて、でまあ、あのチップとかもいただいたり、はははは、兄ちゃんブスやな、ほんならチップやるわって言って、はい、チップもらったりしてます。そうです、バイトの給料よりチップの時は多い時はありました。あ、それぐらい人気があったと、はい、ストリッパーみたいな稼ぎ方してます。はあ、もうそのまま現金生でパッともらう、はい、そうなんですよ、あの店長には内緒でしたけど。あ、そうやったんや。ただまああのそういう寄ってはるんで、一回読んだらもう飽きちゃうんですよ。うん、なるほど。まあ指名のブームって一回去るんですけど、はい、ちょっとその制服にあのハンチングが追加されたんです。ええ。だからハンチングバージョンも見たいということで、二回目の指名ブームがありました。二回跳ねた。二回跳ねました。二回売れました。でも脱いだら稲田さんですよね。そうです。だそのまあ被ってても稲田は稲田なんですけど。そ う, はい、そうですね、どっちにせよ。なるほど、はい、おー、そうですか。結構やってました、長いこと。大丈夫ですか。いや、さっきのストリッパーみたいな稼ぎ方って結構河合さん自信満々で歌ったんやけど。そこ行ったの。うん、そうね、自信満々に、自信満々に歌ったから、もっと自信満々に言うとるじゃん。どこですか。ストリッパーみたいな稼ぎ方やなっていう。チップを、チップを、そうそう、チップをって、うん、ストリッパーみたいな稼ぎ方やなーで一発持っていい。ちょっと変やと思いますけど。そうですよね、なんか、なんかちょっと変やと思うんですけど、はい、いや、まあよりよくですね、うん、したいというこちらのもうコンセプトもありまして、ストリッパーみたいな稼ぎ方やなーって感じ。いや、どちらに向かって、どの辺がいいですか。目線もうもうここで、もうカメラ目線で、目線ここで、うん、カメラさん、あの遠くの方見て言ってもらうと。どの辺見ましょう、ね、正面あたり、あ、正面あたりで、正面の奥あたりで意識して、はい、じゃあ5秒前、ちょっと立っていただいて、じゃあ、あ、立ってですか、はい、あ、これ どこで使われるやつですか。これはいろいろ各方面使います。各方面、はい、各方面使いますので、もう本当にそれだけ保証します。はい、あ、はい、はい、よろしいですか。はい、ストリッパーみたいな稼ぎ方やなってお願いします。5秒前、4、3、2、ストリッパーみたいな稼ぎ方やな。あ、ちょっと待ってください。あ、はい、あのね、あのストリッパーみたいな稼ぎ方やなで続けて言ってください。一回止めないようにしてください。あ、はい、ストリッパーみたいなはいらない、いらない、ストリッパーみたいな稼ぎ方やなで大きい声でお願いします。はい、はい、5秒前、4、3、2、ストリッパーみたいな稼ぎ方。ごめんなさい、 A 入りました。あ、いや、また A 入った。家入るよな、こいつ。こいつほんまやね、こいつは。こいつこれで家入んねえよ。すいません、くせやね、これ。すいません、くせ治らんからな、人のくせって。しょうがないっちゃしょうがないねんけど、もう家入っててもええか。え、そっちの判断やけど。今家言いましたよね。結構言われてます。あ、ごめんなさい、5秒前の時も、5秒前結構言ってました。今言った、今言った、今。いや、もうごめんなさい、ごめんなさい。いや、どうぞ。すいません、はい、ごめんなさい、言わないようにします、すいません。ごめんなさい、4、3、2、ストリッパーみたいな稼ぎ方だよな。あ、稼ぎ方、ダー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 。そうそうそう、すいません。まあいいか、まあいいか、まあいいか、いいですか、いいですか。ちょっと終わりでまたもらえます。終わり、残っといてください。残っといて、ちょっとマネージャーさんにはこちらから言います。あ、わかりました。僕の、はい、トークがむちゃくちゃなりませんか。僕の喋ってる合間に今のが入るってことですか。今のが入ります。あ、そうですか。聞けます、はい、文字で入ります、画面に。あ、こうやって。あ、そうなんですか。じゃあ僕立って撮る必要なくないですか。いや、それも込みですよ。だから、車は、あ、車はあんまり何しとんねん、お前。ごめんなさい。あ、いやいや、とんでもないです。こいつ方言出てるんですよ、方言。あ、そうなんだ。芸術大学。芸術大学出てる。南森町の。そう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 。スッチさんと一緒だ。え、スッチさんと一緒。あ、そうですね。スッチね。そういうところ詳しいですね。そうなんです。一度入ってやめて NC なんでね、スッチさん。あ、詳しい。ビキビキビッキーズでやってましたけどもね。はい。
誰が聞いたの？オランウータン。オラン言ってよ。ちょっとあの以前嫌だということはお聞きしてたんですが、あえてここでお願いしたいんですが、稲田さん、はい、はい、オラウータンのインサートをもらってもいいですかね。オランウータンのインサート、はい、オランウータン、うん、オランウータンですよね今。オランウータンインサートですか。インサート、はい、それだけですか。単品で、はい、単品で。ちょっと大丈夫ですけど、なんか嫌だっておっしゃってましたよね。いや嫌とは言ってないです。言ってましたよね、嫌だって。いや言ってないです、ね、滑るのでという言ってました。あ、聞いたことあります。でもね、なんかあの、うん、お笑い怪獣さんがああ気に入って、はい、振り張るからね、はい、うん、振るもんだから、うん、で周りはみんなわちゃかわいそうにっていう目で見る。いや嫌じゃないんですけど、なんかあのスタジオ、どうしたらいいかまだ分かってない。スタジオでやってたのが外を飛び出してロケでやって、はい、えらく滑ったっていうのをお聞きしたというか、はい、見たんですが私、はい、あれ生放送で、はい、それはなんかタイツ着て、はい、普通の服が良かったなっていう、なんかこの方がおっしゃられてたんで、かわいそうやなと思って見てたんですけど、何の服着ようが別にあれはきついんだなっていうふうな顔をしてたんで、そのいや全然そのもともと次長課長河本さんのやつなので。なるほど。河本さんがやられた後にやらせてくれたら僕的には広がってんなみたいなんで、最初はそうだったんですよ。それがいつの日か僕単品になってしまった。一人でずっと出されたんですね。だからその、はいはい、どうしたらいいかなっていうのがあるだけで別に嫌じゃないです。じゃあもうありがたいです、ね、こちらにお任せください、はい、それは、はい、でも噂で聞いたんですけど、はい、あの人にこう振られたら一生やり続けなあかんっていう。ああそうですね。キンキンに滑っててもやらないといけないという。あ、だからあの河本さんにこれも直接確認したことなんですけど、河、はいはい、本さんがもう自分であのやりたくないやらなくなったやつを僕に横流ししてることが多くて、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、はいはい、そうじゃないですかって言ったらフヒヒヒヒって笑ってました。それは初耳でしたね。ボケの横流しをする。そうなんです。なるほど。そういや悪い人ですね。悪いな。それは、はい、僕らね一緒にレギュラーにならしていただいて、うん、はい、河本さんがおっしゃってたのがやっと後輩ができたっていうふうに。そういう意味の、はい、そういう意味の。なるほど、うん、じゃあちょっとやってもらえますか。やるんです。すみません。やるんです。そんな中ね。じゃあちょっとこちらをですね。あ、なるほど。はい。はい、こうやって、うん、こうちょっと顔を覗かせながら、あのオラウータンを、はいはい、ちょっと何秒もらえますか。ね、結構30秒ぐらい欲しい。30秒。あ、そうです。30秒。わかりました。これ、いや、わかりました。はい、はい、5秒前、4、3、2、1、どうぞ。ペン貸してあげたら、ペン貸してあげたら、ペン。はい、ちょっと待ってください。いいんですけど、あの後ろの、あの河合さん、あ、はい、あのじっと眺めてるんじゃなくてこう面白いでしょみたいな。やってますよ。やこいつやってますよみたいな。やってやんよこいつがみたいな。ごめんなさいね稲田さん、ちょっとオラウタンでお付き合い願いますけども。それいりますかそれやったの。ね、もちろん、はい、そうですか、はい、あ、わかりました。はい、ちょっとどうしてもあの毎日放送のあの震度の方から言われてます。はい、わかりました。そうなんですね。ぜひともこれちょっと取ってこいっちゅう。なるほど、すいません、はい、震度さんがおっしゃるんで、はい、じゃあお好きなタイミングでどうぞ、はい、いつでもどうぞ。はい、河合さん、ちょっとあの呆れた顔もお願いします。怒った顔もお願いします。あ、指いらないです。ちょっとにっこりで。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どうしました、どうされました、よかったですか今の皆さん。はい、はーって何ですか。何かしたでしょうか我々。いやいや、すみません、ちょっと手応えがなくて。
いや全然もう、もう全然いつもないですよねオラフなんで。なんかなんかちょっと抑えてましただいぶ。いや今もう気になりました。そうですか。はい。滑ってるとおっしゃられた時にちょっと抑えちゃってたかもしれないです。あれを反省踏まえて僕そっから全力でやってます。あ、なるほどね。はい。おい今のオラフタンどうやって？面白かったです。面白かったって。面白かったっていう時面白くない時やから、うん。面白かったらもう面白い言わへんだよな人間。あ、すみません、ごめんなさい。あ、ごめんなさいね。いいえ、すみません。いいえ。やれやお前。いいえ、別に。はい。ちょっとカチの人間で。カチの人間なんで。あ、ちょっと。あ、急に。はい、あ、そうなんですね。地元がっていうこと。ガーッと異性。ごめんなさい。すみません。いや、僕もちょっと気づくのが遅く。たまに出るんで。あ、そうです。稲津さん、そのメガネはこれからかけていく。ずっとかけてはりましたっけ。ずっとかけてます。あ、そうなんですか。はい。あ、おしゃれな方に変えたってこと。まあ、なるほど。パターンか持ってます。ゆずるさんはその40ですよね、年は。はい。その割にはちょっとさっきからツヤがあれな、うん、なんかやってるんですか。あ、美容。まあ、あ、そうですね。一応気をつけるようにはしてますね。はい。なんかやってらっしゃる。あ、でも化粧品にちょっと。化粧品。まあそうですね。基礎化粧品というか、まあ化粧水とか乳液とかはちょっと自分の肌に合うものを選んだりはしてます。そういうことやってらっしゃるんですね。そういうこと。あ。はい、そうですね、はい、あまりね、うん、男性がそういうこと木下さんの、あ、キティキオーの木本さんと同じだ。じゃあ、あ、なるね、はいはい、美容に、美容に使ってらっしゃるって、うんうんうん、なるほど、まあ、大事なことですね、まあ、はい、うん、同じ、あ、まあ、木本さんは結構木本さんね、うん、はい、木本さんと一緒だ美容さんと一緒だ、性格も。そういうこと。性格はちょっと違うと思います。その、まあ、そういうことに気をつけているという意味では木本さんと共通の部分もあるのかも分かりませんけど。一緒だ。一緒ではないですね。一緒ではない。一緒でもダメですか。一緒はダメです。あ、いや、一緒はダメというか、まあまあまあ、もちろん先輩ですし、うん、そんな僕なんてという意味でです。あ、そういう意味で、ね、はい、そういう意味で一緒ではないですということです。なるほど、はい、そういうその、はい、美とかを結構その追求されてる、うん、いや追求というほどでもないんですけども、はい、やってるの人よりはやってるっていう感じですね。そうですね。あんまり頓着のなかった方なんですけど、まあみんなだと組むようになって、まあより気をつけた方が、まあこのはっきりしやすいかなという意味で、うん、というのもきっかけの一つには。え、じゃあ稲田さんもやってらっしゃるってことですか。まあ、いや、僕も一応やってるんですけど、まあ、やったとてって感じですかね。でもたくさん塗ってるのは塗ってるんですけど、一応塗ってるんです、はい、なんか化粧水の前に塗る導入化粧液っていうのと、化粧水の前のプレ化粧水と、化粧水と乳液と、ああ、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。そんなに。そうです。美容オイルと最後にワセリンで閉じ込める。ワセリン何ですか。怪我してるんですか。毎日毎日怪我してるんですか。潤いがやっぱ蒸発しやすいんで、乾燥肌なんで、はあ、でワセリンでパックっていうか、それしたら逃げにくくなるという。あ、じゃあノンスタイルの井上くんと一緒だ。一緒ではないんですけどね。はい、やられてるんですかね。ノンスタイルの井上と一緒だみたいな。あ、大丈夫ですか。一応これましょうか。使うかどうか分かんないけど、僕はノンスタイル井上と一緒だみたいなことはどうでしょうか。いや、いいですけど、それだけを言うんですか。ノンスタイルの井上と一緒だ、でも、車の運転は、僕は安全運転でやってますみたいなこと言ってる。あ、それあんまり言いたくないです。僕それ先輩なので。あ、先輩なんですか。もちろん、はい、ごめんなさい、はい、すいません。そうなんですか。一緒だは100ペースって言えるかと思ったんですけど。あ、じゃ あノンスタイルの、井上君と、あ、井上さんと一緒だ、でもバラエティでドヤ顔はしないぞ。いやいやいや、いや、ダメですよね、言うの。あ、それはね、先輩ですから。あ、そうか、先輩、ごめんなさい、ね、あ、今ね、できればじゃあいいか、もう言わなくていいか。もうそれは大丈夫じゃないですか。まあ、いいか、大丈夫、ね、後輩がちょっと先輩に、ね、そうですね、立てつくと、はい、後々ややこしいことになるんでね、はいはい、ごめんなさい、こっちのミスです。ごめんなさい、ごめんなさい、ね、とんでもない、はい、うん、じゃあどんな感じだろう。
一応これで全て、まあ、質問の方は終わらせていただいたということなんですが、うんうん、はい、はい、あ、一つこの河合さんの、あ、はいはい、お母さんの話が、うん、はい、ちょっとお聞きしてなかった、この一つ、あ、母親の、お母さんっていうのはまたそこ の、 あの、はい、高層マンションの上に住んでらっしゃる、あ、雑居ビル、雑居ビルの上に住んでらっしゃる、はい、今はもうもうそこも10年前ぐらいに追い出されまして、あ、追い出されたという形なんですね。あ、そうですね、はいはい、え、でお母さんは今、お元気に、あ、そうですね、島の内っていう、あの大阪の駆け出しのホストが住むような町に今一人で、はい、島の内に、はい、なかなか島の内に腰を据える方はなんか聞いたことは、会社がいっぱいあるんでそこに腰を、うん、似たようなところに行かれたんですか。はい、あの、まあ、その雑居ビルから200メートルほど行った、そうですね、はい、近いですもんね。そうですね、はい、安いんでね、家賃も、まあまあ、はい、島のうちで一人で、はい、今、はい、一人ですね、はい、住んでらっしゃるんで、はい、島のうちのマンション、島のうちのアパートですね。アパート、はい、ありましたっけ。まあ、あの多分昔からあるようなエレベーターもついてないアパートには。あ、そうなんですか。そうですね、はい、お母さんちなみにおいくつですか。71ですね。なんですか。71、はい、あ、そういう、あと遅い時の子、30の時の子供なので。あ、そうなんですね、はい、そうなんです、はいはい、あ、ご兄弟は。あ、弟がいます。あ、弟さんが1人、2つ下に、はい、あ、2つ下に、はい、あ、そこで3人で住んでたってことですか。あ、いや、その雑居ビルの屋上のプレハブにはその3人で住んでました。で、みんな今は別れて。あ、そうですね。あ、そうですか。はい。お母さんはお一人ということ。今、そうですね、あの、はい、母親は一人ですね。大丈夫ですか、お母さんは今元気にしてらっしゃる。あ、でもすごく元気で、はい、この間も、2人でご飯行ったんですけど。あ、はいはい、はい、あの、タバコが大好き。あ、そうなんですね。はい、あの、メビウスのマスクをしてました。もともとマイルドセブンやったんですかね、タバコ、はい、がメビウスっていう名前になって、うん、メビウスのマスクをしてました。あらゆるタイプの、はい、メビウスと入ってる、はい、あの、ま、真っ青なあのメビウスのパッケージの色のマスクにここに縦でメビウスって書いてある、はい、タバコがすごく好きで。あ、そうですか、はい、あ、うん、あ、なんか夜のお仕事されてたんですかね、そういうところに住んでたってことは。お母様は、あの、昔若い時はあのそういうスナックとかで働いたりはしてたみたいで。あ、それでなんですね。あの、僕たち子供、あの、僕と弟が生まれてからは喫茶店を、はい、喫茶店をやってらっしゃって、はい、経営してます。あ、そうなんですか、はい、はあはあ、すみません、ちょっとスケジュールが、はい、ケツがある。あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、はい、すみません、あ、ごめんなさい、こちらこそちょっと時間が、すみません。最後あれもらったかんでいいの、最後の。あ、ですね、じゃあ最後、あの、メッセージということで、あ、そうそう、パッと取って、それね、ごめんなさい、いやいや、とんでもないです、すいません。え、次何なんですか。次は劇場です。あ、劇場ですか。はい、NGK ですか。あ、いえ、あの、有楽町です。あ、有楽町ですか。はい、支配人誰ですか、ね、星座さん。あ、知らん時代やな。だから悩んでみたいなこと、すいません、結構お詳しいよ、ね、いえ、ごめんなさい、全然いい、はい、はい、メッセージというのは、あ、最後に、はい、これでいいですかね。誰、ここの、これの、これでいいですかね。あ、そうね、うん、そうですね、いいね、それで。じゃあ、すいません、最後にメッセージだけ、うん、分けてもらってもいいです。2人で言ってもらってもいいですし、はいはい、マサさん、ヤスエさん、元気ですか。千夜年のご覧の皆、千夜年をご覧の皆さん、こんにちは、でこれだけやります。マサさん、これ千夜年で流れるんですか、大阪の MBS の。一応番宣で、あ、はい、マサさん、ヤスエさん、マサさん、ヤスエさん、はい、せやねん、マサさん、ヤスエさん、お元気ですか、ああいうの、いな、 そ、 そこだけもらえましょうか、ね、はい、はい、ケンさんはいいんです、ケンさんいいんです、はい、大丈夫、いてるかいてないか分かんない、ニヤニヤ、そんなこと
ニヤニヤしてるだけなので、はい、いやそんなことないと思う。吉田さん卒業されてません？姉さんはこの間卒業されましたけど。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あ、ごめんなさい、こっちの確認。じゃあ、誰だ、マサさんだけで。誰だ今。誰だって。いや、まあ、そのじゃあマサさん、ケンさんで。いやいや、マサさんだけで。ケンさんケンさん、ケンさん、ケンさん言いたいですけど、はい、いや尊敬する。マサさん、うん、ランディ、ランディズさんは？あ、ランディズ、だいぶ前やと思います。はい、あ、そうですか。18年前ぐらいですかね。あ、そうですか。もう、うん、じゃあ、セアネンをご覧の皆さん、こんにちは、はい、アインシュタインです。あ、はい、はい、じゃあもらいましょう。はい、ご用意、前、4、3、2。セアネンをご覧の皆さん、こんにちは、アインシュタインです。はい、はい、かな、ですね。ですね。あの、講師ばっかり言ったのは誰でしたっけ？な？現場ばっかり言ってる。現場ばっかり。誰？誰？コム。あ、ね。え、スマイル、スマイル。スマイルさん大丈夫ですかっていうの。どういう意味ですか？大丈夫ですかっていうの。え、大丈夫っていうのはどういう意味ですか？スマイルさん大丈夫ですかっていうのを、それだけ。それだけで終わるんで。大丈夫ですか。いや大丈夫やと思いますけどね。それは向こうが決めるんで。あ、はい、はい、向こうが決める、はい、大丈夫なと思いますけどねっていうのはもう向こうが決めます。いや何笑ってるんですか。いやスマイルさんね。いやいや、はい、大好き、お世話になってる。お世話になってます。じゃあ行きましょう。止めまい、4、3、2。スマイルさん大丈夫ですか。どういう意味。いろんな意味ですよ。いろいろな。いろんな意味で。いやいや大丈夫。めちゃめちゃロケも行かれてます。庭作ってあるんでね。あ、まあ、はい、庭、はい、ね、なんか石で怪我したとかせえへんかなみたいな。ああ、そっちの意味で。そっちもちろんです、もちろんです。そうですね。もちろんもちろんです。スマイルさん、ね、ご自身で YouTube も最近始められて。あ、そうです。おお、はい、はい、はい。その YouTube でもお庭作ってらっしゃる。あ、そうですか。はい。はあ、もう業者ですね。もう。庭、はい、に剣持ちです。庭に剣。ギャロップ林ってちょっと怒った感じで。いやいや。なんでなんですか。なんでなんですかじゃないんです。これ決まってるんです。林さんは別に。言えよ。言えよ。もうあんなすごいもう大きい声でギャロップ林ってもう、あ、語尾とかも気にしなくていいんで、その後何か気持ちがあれば言ってください。ごめん、前、4、3、2、1。ギャロップ林。去年の末に離婚しとってんだい。はい、はい、そう。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。なるね。急にセアネンで流れるんですか、はい、これは。まあ、どれをどうするかはまたちょっとわかんないんですけど、はい、最後の林のとこだけはあの魔法のレストランで流れます。あ、え、魔法のレストランで流れるんですか。はい、ええ、そうなんです。いろいろ、はい、どの林かわからないんじゃないですか。林だけやと。林だけで。いや、でもギャロップって言ってるんで。ああ、なるほど。はい、それちょっと失礼なんじゃないですか、ね。いやいや違う、ギャロップ林と言えば分かります、はい、林だけとおっしゃったんで。あれが分からないんじゃないですか。別に失礼ではないと思います。なんかでも出ましたよね、今奥底から出てましたよね。そんなことないです。だって林って言ったんです。あのギャロップ林チャーハンの YouTube まだやっとるのか。言っとるのさ、お願いします。います。はい、もう秒読みもなしです。もうどうぞ。で、どうぞ。ギャロップ林チャーハンの YouTube まだやっとんのんかい。はい、はい、ありがとうございます。すいません。ごめんね。とんでもないです。いい、すいません、はい、ありがとうございました。いや、もう本当にもうあれ、なんでやってんのかなと思ってるんですよ。あ、はい、いやでも世界の YouTube で超もんないと思うんですよ。いや、美味しそうなチャーハンで。いや、チャーハンなんか限界ありますからね、何回も。結局もう、あ、はい、ごめんなさい、ちょっと熱なってもう。あ、いやいや、ちょっと、いや、もうチャーハンなんかほんま限界あるから、パラつかそうな何ですかね、ベタつかせようもう、はい、知れてますから。え、車ってあったお前。ほら、持ってきてこれ、積んどけよ。傷つけんようにね、車に。あの、こうじゃないの、こう入れろよ、お前。すいません。あ、すいません。じゃあ僕らこれで。はい、はい、はい。すいません。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。そした。ありがとうございました。すいません。あ、ごめんなさい。すいません。あ、どうしました。いや、あの、ちょっと思い出してて、あの、何よ。ホラウタンやってる時かわいそうって思われてたんやって。それも噂ですよ。噂です。あくまでも。はい、はい、視聴者としてっていう。はい。
まあ、なるべくあとは振られないように目をそらすしかもう方法ないと思う。そうですね、思い切って天井を見るっていうこともありますけど、中掛けっていうのがようやってるみたいですよ。あ、そうですね、はい、そうなんですね、はい、あ、そうですか。ひどい時お互い後ろ向いてる時ちょっといろいろ今度お会いした時に聞かせていただきたいと思います、はい、そうです。まあでもやるかやらへんかですよね、結局ね。そうですね、と思いますけども、はいはい、すぐ究極を言うんでね、あ、彼女は。あ、究極、あ、結構やるかやれへんかっていうね、究極です、これは。そうですね、河合さん、あれ、はい、登山かなんかされるんですか。あ、ノースフェイスの靴がちょっと気になったもんで、あ、まだ同じのを持ってるの。あ、持てよ。そうなんです。あ、登山じゃないです、別に深い意味はないんですね。あ、はい、あの普段用で、はい、あ、普段用で、はい、珍しい靴を履いてらっしゃる。あ、そうですか、いや、はい、すいません、本当にありがとうございます、はい、すいません、すいません、変なところに意味のない人を。あ、いえいえ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、どうもどうも、ありがとうございました。うん、大丈夫だね。大丈夫ですね、全部行きましたね、質問は。そうやね、本当に全部行きましたね。はい、せやね、もう30分以上ね、はい、うん、おい、足持ってけよ、ほら。お前、お前前に車置いてるやろな、その駐車場まだ歩くなよ、アホ。私、あの、またあのマイクの風防のとこですか、席。あの持つの嫌なんですけど、こうやって。もうまた風防だけ取っときます。あ、はい。